これは遠い異国の物語。昼は灼熱の太陽が支配し、夜は深い闇に覆われる砂漠の国に、宝石のような青い瞳を持つ少女がおりました。そのまっすぐな眼差しにきらめく思いを秘めて、外に吹き渡る風の音、懐かしさに胸が震え、美しい瞳が涙で濡れる時、少女はターバンをきつく巻き勇気づけるのです。旅の無事を祈り織られたその布は、少女の豊かな銀の髪に巻きつき、まるで守るかのように包み込むのでした。少女の旅はまだまだ続くのでした。そのあふれる情熱の炎は何人たりとも消すことはできません。まだ見ぬ世界をその目に映ずるまで、少女は歩き続けるでしょう。